2つ目こちらです。じゃん、法律とコンピューター。はい、ということで、はい、ちょっと大学時代からいろいろ海外とかも行かれてるんで、そのあたりの話を教えてください。大学入学から話をすると、はい、高校までずっと白石高校っていうところでサッカーをやっていまして、もうずっとサッカー三昧でした。そうです、はい、で全く勉強してなくてですねあの大学とかもいろいろ右往左往したんですけれども、はい、で北海学園の二部法学部に入りまして、うん、でまあ、そこで、まあ、法律はもちろん勉強するんですけれども、何かこう一つのものにまた燃えたいなと思って、うん、でその時にたまたま札幌駅の中に入っている書店でアルバイトをして、はい、雑誌担当になって、でその時に一番最初に仕事で出したのが NHK のスペイン語のテキスト で、うん、でそれでスペイン語を勉強したいなと思ったのと、はい、スペインに行ってみたいなって思ったので。サッカー小僧だったしね。そうですね、はい、で2年間アルバイトをしてお金を貯めて、で実際にスペインのバルセロナに行ったんですね、でその時に、現地でこうサッカーチームをまとめている人が、はい、スペインでこう就職をして、日本の会社なんですけれども、就職をして仕事をしたりとか、うん、充実した日々を送っているっていうのを見て、はい、僕もそのいいなこの生き方、こういう生き方いいなと思って、うん、帰った後にいろいろ就職活動とかでそういうところを探していたっていうことですね。はい、はいはい、まあ、そこで法律を学んだりとコンピューターも強くなって行ったんですよね。はいはいはい、そうですね。それでいろいろ就職活動して説明会に出ていくときに、うん、たまたまそのグローバル企業 でコンピューター のメーカーがあったんですけれども、はい、そちらの説明会が札幌であって、でそこの中国法人っていうのに就職して、それでコンピューターと関わりになったんです、うん、はい、で実際中国でお仕事してたんじゃなかったですか。でお仕事を、はい、してまして、でどういうことをやっていたかっていう と、日本から電話がかかってきて、はい、でサーバーのこうトラブルシューティングの一時対応っていうのをしてまして、はい、まあ、仕事自体は日本語だったんですけども、うん、まあ、生活は全て中国なんで、うん、中国語を覚えなきゃいけない環境だったりとか、うん、っていうのができたので、はい、まあ、だから法律ってバックグラウンドとコンピューターっていうことを勉強できたのと、あと中国語もその時一番2009年で、はい、中国これから経済的に伸びるっていう、はい、っていう時だったので、はい、そういうなんかこう、まあ、僕27歳ですけど、うん、ちょっとバブルみたいなの原体験みたいなのを僕の年齢できたんで中国バブルを体験、はい、そうですね、良かったですね、はい、で親となんか同じようなこう、うん、感覚になれたかなって思ってます、はい、でもまたその中国の中では日本人 その一緒に働いてた同僚が中国の方と結婚して、はい、そうですね、もうそこでもうずっと定住を決意されたり、はい、あとまたいろいろその、あの当時皆さん多分記憶あると思うんですけど、キャラクター ね、そうですね、キャラクターの問題とかなんかいろいろありまして、ね、はい、これからはこれだなと、ますますコンピューターと法律だなというふうに思いながらも仕事をしていた。そうですね、はい、それでその日々中国で生活している時にそういう、まあ、海賊版のものとか、はい、そういうものに接していく中で、うん、日本と中国の間でそういうなんか法的な知的財産の問題が重要になっていくんじゃないかと思いまして、でその日本に帰る、まあ、だってそのキャリアビジョンとしてそういうのを扱いたいのも、うん、でいろいろ探していくとそういうのをこう勉強できたりする大学院、社会人大学院があるということ で、はい、でその社会人大学院に入ってみようかなと思って、うん、偉いね、また勉強するんだ、とんでもないです、ね、はい、でいろいろ探した結果、はい、その東京の社会人大学院が良さそうだっていうことで、うん、で札幌に帰ってこないで、うん、東京に僕は行くっていうことになったんですよ。なるほど、はい、はい、うん、で、まあ、東京に実際に行くとその丸の内とか六本木とか渋谷とかにそういう大手の特許事務所を構えている方とかがいて、うん、でそこの方が教授として教えてくださるんですけれども、うんうんうん、僕はその札幌でそういうなんかこう面白いアイデアとかを可視化して権利化して、うん、それでビジネスに生かしたりとか街づくりに生かしていくっていうのをやりたかったので、うん、ちょっと違うなというふうに思ったんですよね。はい、はい、うん、でまあ、いろいろ探して結果その 3.11 があって、あ、で、まあ、いろんなことをいろんな周りの状況も変わったりとか、うん、考え方とかも変わっていく中 で、うん、でまあ、シェアハウスとか、うん、コワーキングスペースとか、うん、そういうノマドっていうキーワードが出てきて、うん、はい、僕も東京でそういう人たちに会ったりとか、そういう場所に行くっていうのをその時初めていろいろ考えたりしたんですよね、うん、なるほどと。じゃあこういうことを働き方ができるようになるのであれば、自分のふるさと札幌で
もっともっといろんな人たちが出てくるかもしれない、今度はそこをつないでいこうみたいな。そうですね、はい、そういう形で関わり始まって、はい、最初僕なんかノマドっていうキーワードで気になってて、そういう生き方がその知的財産の専門家とかでも国家資格があるので、はい、できるかなと思ったんですけれども、うん、で実際そのノマドっていうのをこうフリーランスでどこでも場所を問わないでやっていくっていうのをこう話を聞くと、ちょっと今その時点では無理だなと思ったんですね。でなぜかっていうと、やっぱりそのいろんな人間関係がもうすでにあったりとかして、まあ、自分がそこにそのシェアハウス行ったりとかコワーキングスペースとかカフェに行ったら、まあ、その人の自分の名前がもう顔でつながっているし顔見知りだから、それでまあ、お金を返さなくても、うん、そういう利益とかそういうサービスを受けれるっていうことが、まあ、できてたので、僕は今すぐちょっと無理だなと思った時に、はい、その言い方でどこで仕事をするかって言ったらコワーキングスペースっていうところで、はい、じゃあ自分もコワーキングスペースのオーナーになったら、はい、その将来的にノマドの人も活かせるし、はい、自分もそういう人間になれるんじゃないかっていうふうに思って、はい、コワーキングスペースっていうのも関わり始めたんですよね。そうなんです。そういったコワーキングスペースにね関わり始めまして、はい、そして今こちらの札幌カフェさんのお仕事をスタートすることになりました。11月から新しい動きが出てくるということですので、そのあたりも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです。じゃん。